失礼しました。創業114年、店内工房のあるジュエリーマーノです。ではお願いします。こんにちは、篠原です。お願いします。お願いします。卒業式、入学式のシーズンがやってまいりました。先日ですね、お客様に、卒業式、入学式の時にはどういったアクセサリーやジュエリーをつけたらいいんでしょうかっていう質問をいただきました。まあ、式典なので、真珠の一連のネックレスがいいかとは思うんですけども、こちらのですね、2連の真珠のネックレスでも大丈夫なんです。真珠っていうのは重ね付けすることで幸せを繰り返すという意味があって、とても幸せな気持ちになれるかと思います。